アイテム番号、SCP-523JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-523JP は専用のアクリルケースに収納し、固定された状態で金庫に保管してください。SCP-523JP を用いた実験は、7m×8m×3m 以上の規格の専用実験室にて行ってください。専用実験室には、レベル3以上の耐久テストをクリアした部屋を使用してください。現在、D クラス職員を被験者とした SCP-523JP の実験がサイト、8122管理官により奨励されています。SCP-523JP 実験の完遂に関する提案は、担当研究主任宛に提案書を提出してください。内容、SCP-523JP は2217ページの書籍です。構成素材は一般的な薄めの書籍用紙であり、印刷、装丁技術または外見的な経年劣化の痕跡から、1990年代に製本された書籍であると推察されています。表紙には、無垢なる捧げ物からなる刑事上データ、魔の作成開発ウルグル&GD5 デザインブックと日本語でタイトルが書かれていますが、著者名の部分は人為的に切削されており、著者は不明です。また、内容においても著者名部分は全て切り取られています。SCP-523JP には、最初の4ページまでの目次と、最後の2ページの奥付け以外の全てのページで何らかの魔術的な儀式手順が記述されています。これらの手順は章分けされておらず、全ての手順において、前後の描写との関連性が見られることから、全ての手順が一つの儀式のためのものであると考えられています。手順は一つのページにつき711手順記述されています。記述の右側には不自然な余白が用意されており、これらの手順が SCP-523JP の特異性を考慮した上で著者により記述されたものであることが示唆されています。記述されている手順は合計で17638です。SCP-523JP に記述された手順を正しく踏むことで、複数の特異的な現象の発生が特定の箇所において発生します。これらの特異的な現象は、手順を進めることでより無秩序的なものへと変化していくように見えます。また、手順の実行に失敗した場合、SCP-523JP 内容の該当手順の記述の右側に13秒間、赤い文字の文章が出現した後、すべての特異的な現象が消失します。この状態が発生した場合、進行していた手順はすべてリセットされ、再度の特異性の発現には、手順1よりの再試行を要します。以下は、これまで確認された SCP-523JP による特異的現象と、手順の実行に失敗した際の状況と、その際出現した赤文字の文章を表にまとめたものです。手順番号、26、発生した特異的現象、被験者の半径5メートル圏内にて自然発火現象。手順の内容、原文まま、ヤドクガエルの体液を塗った矢尻を手順7で用意した水に浸してください。失敗理由、なし。赤文字の内容、原文まま、なし。手順番号、57、発生した特異的現象、なし。手順の内容、原文まま、水銀、硫黄、使用心理霊媒にポルターガイストを誘引し、同心法人中央部へカルマ、ドロップしてください。失敗理由、ポルターガイストの存在が確認できず、手順の遂行に確信が持てないまま3時間以上手順が実行されなかったため。赤文字の内容、原文まま、警告。正常な干渉が不可能になりました。手順番号、84、発生した特異的現象、なし。手順の内容、原文まま、手順79のアニマをアタラクシアした状態で、ギジアデプト人格機に入れてください。失敗理由、手順83における工程がギジアデプト人格機の形成を目的としたものであるとの認識が、実験チームのスタッフ間で共有されていなかったことによって、被験者へ適切な指示を行うことができなかったため、赤文字の内容、原文まま、エラー103、不明な理由によりアゾースが終了しました。手順番号、89、発生した特異的現象、被験者の左腕部の著しい変形、失敗理由、手順の内容、原文まま、茹で卵を落とした後、エメラルド非番の碑文を読み上げてください。赤文字の内容、原文まま、碑文の読み上げ失敗、エーテル応答がありません。手順番号、127、発生した特異的現象、なし。手順の内容、原文まま、ここでちょっと休憩して、モンキー、パイソンでも見ましょう。
失敗理由、単に休憩時間だと実験チームが認識していたが、後に実際にモンテ、パイソンのギャグ番組を被験者に視聴させない限り手順がクリアされないことが判明している。赤文字の内容、原文ママ、エラー108762、ウーベ。手順番号、157、発生した特異的現象。バロン、サムディ、と名乗る知的生命体の出現。被験者に対し友好的に挨拶を行った後、消滅した。手順の内容、原文ママ、手順155で用意した、グラン、グリモア、に膝蹴りを行い、破壊してください。失敗理由、被験者が膝蹴りだけで当該破壊対象を破壊できなかったため。赤文字の内容、原文ママ、エラー402、不正なイニシエーションです。手順番号、218、発生した特異的現象、なし。手順の内容、原文ママ、桁をマルチュットの頭上へドラッグし、プロダクトキーを入力してください。失敗理由、不明、追記。手順実行中、被験者は突如狼狽した様子で、視界が真っ青になった、と報告しました。同時に SCP-523JP の全ページが青一色に変色した上で、白色の不明な文字の羅列が出現。これらの特異現象は39秒後に終了しましたが、進行していた手順がリセットされていました。再度の試行時には、この異常は発生しませんでした。赤文字の内容、原文ママ、なし。手順番号、237、発生した特異的現象。被験者の半径72メートル圏内のランダムな地点に、3018枚の27円硬貨が出現。手順の内容、原文ママ、手順112のスカプラリオを不可視化し進行をアインしてください。失敗理由、なし。赤文字の内容、原文ママ、なし。手順番号、289、発生した特異的現象。手順の内容、原文ママ、なし、不明、失敗理由、冥王星と天王星を合一しゴーンソースをエーテルテキゾス、フォルダにコピーしてください。手順の実行方法が困難か、もしくは手順の解釈が不十分であるために、手順の実行に3時間以上の間隔が開いたため、停滞地点。赤文字の内容、原文ママ、警告。正常な干渉が不可能になりました。ほい。現在、SCP-523JP の手順実行は、手順289、時点で停滞し、研究の妨げとなっています。研究チームでは SCP-523JP の手順289を遂行する方法が募られており、幅広い意見と議論への参加が求められています。その際には、SCP-523JP 特別収容プロトコルに基づき、提案書の提出という形での参画が奨励されています。また、SCP-523JP 内の文体は訳文であり、何らかの原著を翻訳した書籍である可能性が示唆されています。調査チームは現在編成中です。